ドラゴンボール GT を制作している東映動画は昭和31年からアニメ一筋40年、今までに100本以上の作品を手掛けている老舗なんです。お邪魔しまーす。なんだかごちゃごちゃした部屋の中では、鳥山明さんの原作をもとにアニメの下書きとも言うべき絵コンテが書かれていました。ドラゴンボール GT1 本30分のアニメに対し、およそ400枚近くの絵コンテが1週間がかりで仕上げられた後、アニメの元になる作画が始まります。その数およそ3000枚、5人がかりで1ヶ月もかかるとか。しかしアニメの絵を動かすには、ここから少しずつパターンの違う絵を作らなければなりません。そこでゼログラフという機械を使い、コピーを取るような要領でアニメに直接結びつく、いわば清書の絵、セル画を起こしていきます。ここでさらに少なくても3000枚以上の絵が作られ、パターンの違ったものに固定されていきます。セル画に色を塗る彩色の作業へ。白黒テレビの時代は10色ほどだった絵の具も現在は200色以上。この方、鬼太郎もサリーちゃんも手掛けたこの道30年の藤橋さん。やっぱり作品によって色のを使う系統がやっぱり違いますね。そういうのもありますね。でも割とドラゴンボールのキャラは割と可愛いから塗ってても楽しいかな。彩色が終わると、皆さんが普段見ているアニメの一コマがようやく姿を現しました。そしていよいよ撮影が始まります。ちなみにこれが放送されるシーン。あんたみたいな小さな子がこんなところに飛び込んできちゃ、怪我でもしたらどうする気？撮影現場では出来上がった絵をこのようにして一コマずつ撮影していきます。アニメは放送の際1秒間に24枚の絵が流れていくため、忙しさは半端じゃありません。一日中この作業が続きます。